内山康隆選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。錦織圭さんとかいたら、いや、めちゃめちゃ大きいですね。内山さん完全に全部忘れてきたんで今度内山さんのご自宅に。いやー、綺麗。うわー、すごいですね。これ寝室です。寝室出ちゃいましょう。しょっぱないんですか。うだれ出ちゃいましょう。出た。うわ、すごい。これだ。どうも、こんにちは、おっきーです。こんにちは。ちょっとこの前、内山選手がラケットを忘れてしまったんで、まあ、それを口実に、内山選手の家に行かせてくれと言ったらですね、 OK していただいたんで、これから、内山選手のラケットをちょっと見に行こうと。この前、プリンス、内山さん撮影いなかったですけど、何やってたんですか。木星に帰ってました。帰ってここの掛け合いいらねえだろうと、早く家見せてくれとか言われると思いますけど、本日もよろしくお願いします。こんにちは。じゃあ、お邪魔しましょう。はい、すみません、お邪魔します。いやー、綺麗。うわー、うん、めちゃくちゃいい。ちょっとこれ、プリンス、はい、たくさんありますよ。もう、いいんですか。はい。うわ、すごいですね、これすごい。またちょっと、見したことないですね。いやこれが、優勝トロフィーですか。全然違います。ありがとうございます。はい、すごい。これは野球の。そうですね、僕は野球すごい好きなんで、はい、アディダスの方が、はい、もらってくださった山田哲人選手。すごい。しかもなんか日本代表の時に使うサインを書いていただいて。うわー、すごい。ほんとだ、すごいって。やばいっすね。初公開。初公開ですこっちの右側のトロフィーもすごいすごい。重厚感めっちゃありますけど、はい、はいはいはい。これがまず、はい、今年2019年、はい、上海チャレンジャー優勝した時のトロフィー。いやーすごい。結構大きかったんですよ。これが去年の9月、うん、中国のザンジャガンっていうところで優勝した時のトロフィー。ちょっと持ってみていいですか。結構重いですね、めちゃめちゃ。あ、ほんとかなり重厚感あります。ありますか。はい、わ、すごい立派、ありがとうございます。これが、はい、はいはいはい、楽天ジャパンオープンで2017年ダブルス優勝した時の盾ですね。これ普通の人手にできないですからね。そうですよね。リビングだけでね、お腹いっぱいですちょっと他も見せていただいていいですか。あ、もちろん、はい、いいですか。ちょっともう内山さんにご案内していただきましょう。はい、はい、行っちゃいましょう。じゃあ右から行きましょうか。右、はい、ここはどんなやつ。寝室です。寝室行っちゃいましょう。しょっぱないんですか。うだれ出ちゃいます。ちょっと行ってみよう。うわー、シンプルな、うん、本当に寝るだけですか。寝るだけです。へえ。リビングにいるんで。ここ、あ、ここにもなんかトロフィーがありますよ。これは今年の10月末のオーストラリアプレイフォードというところで準優勝した時の盾で、へー、じゃあ今年の8月ですね、うん、カナダのグランビン準優勝の盾で、でこれが100位切った時の中国寧波の大会の、へー、すごい、すごいよ。でこれがその寧波で副賞でもらったお茶入れる機械なんですけど、使い方がわからない。これはあれですね、オーストラリアオープンのボールと、はいはいはい、今年ウィンブルドン多分突破した時のボールなんですよ。おお、帰ってきて予選突破した時の。はい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 、はい、すごい。これは、はい、グローバー。これまた野球なんですけど、これもアディダスの方が、はい、あの北海道日本ハムファイターズの西川遥輝選手のグローブをもらってくれたんですよ。へえ、試合に入りで。いやすごい、すごいよ。マジっすか。本当だ、はい、野球好きなんです ね、 ですね。これがラケットバッグ、はい、ラケットバッグ。じゃあちょっと後で見せていただきます。はい、やっぱこう海外行ってるね、生活が長い感じがして、いろいろなね、はい、バッグとかが。ちょっと話しながら黙って。
つも遠征で。そうですね。こんな感じ。一つ持って行って。一つ。じゃあ次ちょっとこちらは。こっちもいいんですか？じゃあもう洗面所ですね。洗面所。はい、うわあ、すごい。すごい綺麗。これは綺麗にされてますね。はい。やっぱりドラム式ですよ。安定の。洗濯物多いんだよ。乾燥までできちゃう。すごいな。いいっすね。はい。じゃあこんな感じ。こんな感じで。はい。次は、この前内山さんが忘れちゃった、はい、バッグの方を見させていただこうかなと思いますので、はい、ちょっと開けていただいていいですか。まあ、まあ一つ目、はいはい、まあ普通にリル入ってます。おー、リル、で、まあスーパーバー、はいはいはい、サポートいただいてます。へえ。で、はい、出た。うわ、すごい。これだ、このラケット6本、いつも大体遠征に持っていってます。6本、はい、うわー、来た、このラケット。うわー、内山さん、この振動がいつも特徴的だと思うんですか。はい、はい、定期的に変えるんですけど、うんうんうん、なんか、試合中、うん、ストレス溜まったり、うん、緊張した時、リラックスできるように、ちょっとこういった可愛いのをつけ始めましたね。ツヤありとか、マットとか、そういうのは特に気にならないんですか。全然気にならないんですよ。これはちなみにマットな感じですかね。そうですね、基本的に僕はなんかこう面の大きさがいくつで、うん、ストリングのパターンがどうでとかっていうのはあんまり気にならなくて、ボールを打ってどうかなんで。テンションとかって、まあ、その時によって違うんですけど、はい、これはデビスカップの時のデビス状態のままなんですけど、はいはい、時は縦51横49でやってましたね。縦がルキシロンのアルパワーで、横が同じくルキシロンのナチュラルとか。グリップの太さとかはどうなんですか。3ですね。3、はい、レザーに変えた上に1枚オーバーグリップを巻いてます。はい、他見せていただいていいですか。はい、でもシューズとか、うーん、そのシューズ、ストリングですね。これあれ、さっきの話あるか、はい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 、の違いと、はい、で、まあトレーニングとか使うこうボール、うーん、ウェイトトレーニングで手の豆ができないようにするグローブ、へえ、グリップテープ、はい、これがトレーニングですから、チューブですね。へえ、これは電動スイッチ。ゲームが好きなんだ。はい、まああんまり最近はすごい減ったんですけど、うん、まあ試合の空き時間とかすごい長かったりとか、うんうん、その時に、うん、ちょっとしたリラックス。日中はたまにやったりします。ちなみに何のソフトなんですか。今ポケモンですね。これウィンブルドンの、あ、はい、はい、ここにちょっとアプリとかを入れてますね。可愛、はい、いですよ。これいいですね、はい、こっち何でしたかな。振動止めですね。ああ、こういつでも変えられるように。でも黄色の振動止めじゃなくていいんですか。いろいろ持ってます。へえ、気分で変えられる。あれ、同じのばっかり。すごい、あったりだとか、あ、まあ、振動止めがいっぱいあるな。何個出てくるんですか、振動止め。まだあるな。こっちも行きます。あ、ちょっといいですか。こっちは、はい、まあリストバンドとか、バーンドウォーター、スポーツドリンクですね、うんうんうん、バーンドウォーター、トリタバスのピットインゼリーっていう、エネルギー補給の、あとはストリングの、あのロゴを書くインク、はい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 、とかですね、あとバンダナ、うわー、まあ、こんなのが適当にバーって入ってます。内山さんって結構こうバンダナ、鉢巻きをされることが多いと思うんですけど、はい、あれってもうこうやっぱあれを締めると試合に、そうですね、ここ頭こう、はい、キュッてやるとちょっと気合入る。気合入ります。キャップとかよりもバンダナの方が。そうですね、もう夏暑い時はもうキャップかぶりますけど、うん、ちょっと気
基本やっぱバンダナをしたい派ですね。いやー、やっとバッグの中身を見せていただいたんですけど、はい、すいません前回忘れて全然大丈夫です。はい、じゃちょっとここでせっかくお邪魔させていただいたんで質問出し切れなかったんで、はいはい、もう何個答えていただこうかなと、はい、お名前が、ダビドさんっていう方からで、はい、海外ツアー中のオフは何をしていますかと。僕はどちらかというと遠征中のオフの日はやっぱ体休めるっていうのが一番大事なので、はいはい、カフェに行ったりするの好きなんで、うん、例えばコーヒー飲みに行ったりとか、うん、でゆっくりしたりとか、うん、部屋でゲームしてたりとかとにかく体と心をリラックスさせる、うん、あまり活動的ではないです、ね、カルロスさんという方からで、内山さんの出身北海道には、年にどれぐらい帰っていますかと。年に帰れて1回か2回ですね。どうしてもそれぐらいになっちゃいますね。内山さんやっぱその北海道愛はやっぱ強いですか。そうですね、やっぱり地元北海道のテニス界に何かを貢献したい気持ちはありますね。それやっぱ現役中はなかなか時間が限られてるので難しいですけど、その気持ちは常にあります。お名前が、サトシさんという方からで、好きな女性のタイプは。芸能人だと石原さとみさんとか石原さとみさんとか、すごい綺麗な方、うんうんうんはい、ありがとうございます何より一緒にいて楽しい人がいいですね。一緒にいて楽しい人、僕がすごい口数多い方じゃないんで、黙ってても一緒にような人が素敵だなと思います、はい、来年に向けて、はい、夢あとは抱負教えていただいていいですか。はい、まあ、来年は、全豪オープンからグランドスラム本戦、スタートできますし、何よりオリンピックがあるので、まずオリンピックの出場と、グランドスラムのメインドローで試合に勝つということを、まずその2つを目標に、頑張りたいなと思います。ありがとうございます。では、ちょっと今回は初めて、選手の家にお邪魔させていただきました、はい、その第一弾で、はいはい、今回のゲストは内山康隆選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。穂積絵里選手でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジュエリーとかにも結構関わりがあったと思うんですけど、デザインさせていただいて、ラケットから、はい、ラケット私両端に入れてるので入ってます。すごい、はい、ないんですけどないんですね